どうも、ワルミレンタリースです。今回なんですけれども、こちらの車両、キャンピングカーについて内装を中心に、お伝えしていきたいというふうに思います。キャンピングカーといったら、やっぱり中どうなってんのかなってすごく気になる方いらっしゃると思います。で、毎度毎度キャンピングカーのためにこれ持ってますけれども、まあ当然ね、レンタカーとしてこちらご利用していただける車両になっております。なので、キャンピングカーを当店でレンタカーとしてご利用していただくお客様に向けての動画でもあり、かつ、キャンピングカーの内装どんな風になってんだろうということでですね、的をいろんなところにピックアップしていきながらお伝えしていきたいというふうに思います。こちらの車両はですね、こちらトヨタのエンブレムがついているんですけれども、こちらはですね、まあダイナっていう車両がベースになって作られているキャンピングカーになっております。カムロードっていう車両がベースになって作られているナッツ製のキャンピングカーになっております。で、ナッツ製のキャンピングカーの中でもいろんな車のタイプがあるんですね。そのいろんな車のタイプの中のうちのクレソンジャーニーっていうタイプの車両になっております。で、クレソンジャーニーっていう車両の中でもグレードが3つあって、こちらの車両は大きいダブルベッドが特徴のタイプ X っていうグレードのキャンピングカーということになっております。過去の動画にですね、2段ベッドになっているものとかも紹介していたりとかするので、なのでそちらの動画もですね、キャンピングカー興味ある方はですね、動画の概要欄に URL 載せておきますので、そちらをぜひ参考にしていただければというふうに思います。例えばここに電子レンジがついていたり、エアコンがついていたり、まあ、あとここの操作とか、あとここのちょっと仕組みからくりもあります。なのでそういったポイント、いろんなところピックアップして今回はお伝えしていきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは見てまいりましょう。はい、それではですね、こちらクレソンジャーニー、こちらがエントランスです。ここから入っていきます。じゃあ中見ていきたいと思います。ここ足元ですね、靴、これね、こうやって脱いだ時にここですね、ここだけちょっと奥行きがあるので、こういう風に靴を収納することができるようになってます。普段履いたり脱いだりするクロックスとかスリッパとかサンダルとか、そういうものを置いておくと便利かなと思います。その他の靴はですね、こういったところにですね、収納がありますんで、この辺に収納していくことができます。電源はここですね、ここで操作することになります。メインスイッチ、これが全ての電源のスイッチになります。このボタンを押すことによって上のライトなどですね、車内の電気関係すべて使うことができるようになっております。で、バッテリーはここでですね、残量を確認することができるようになっていて 100% となっておりますが、この車両はですね、上にオプションでですね、ソーラーパネルつけてありますので、なので天気がいい時はですね、ソーラーパネルで充電もされるし、あとエンジンが動いて走行している間にですね、 5,6 時間ぐらい走ってたらバッテリーすべて 100% に戻ってくるぐらいの、容量になりますし、あと RV パークとか行って電源コードを挿すところがあればですね、こちらの青いコードを使って直接電気を充電することができるようになっております。さあ、中の方入ってまいりましたけれども、エントランスのところにちょっとこのドアのところですね、これ特徴あって、こういうふうに網戸かけることができるようにもなっております。で、こちらのドアはですね、ドイツ製のドアになっていて、この厚みを見ていただきたいんですが、こちらのドアこんなに分厚いんですね。こんな感じでできております。これはですね、断熱性を高めるために作られております。暖房とかエアコンついておりますので、なのであったかい空気、冷たい空気が外に逃げていかないようにですね、こういった壁の部分とかここの床の部分の作りとかがですね、断熱性にこだわって作られた構造になっております。今日ちょっと外雪降ったりとかしてますけれども、ここ裸足で歩いててですね、そんなにまあ足が冷たいなって感じるような感じではないです。でも真冬とかになるとちょっと足冷たくなるかもしれないので、そういった時はですね、ここにヒーターのボタンがあります。ここの足元にですね、2つのヒーターの通気口がございますので、車の中が寒くて凍えちゃうっていうことも心配がないということになります。3つに区切って見ていきましょうか。前の方、真ん中、後ろということで、前の方の、まあ、一番の特徴はですね、キャンピングカーのこの上の部分のスペースです。こちらはですね、ここのロックを外して、で、これ引いてくるとこういう風に出てくるんですね。で、ここにマットをトントンと乗せて、で、はしごが
あるんですよ、はしごが。このはしごです。ここのクッション、これをここに敷くことによって、ここの上の空間でも寝ることができるようになっているんですね。でここ両サイドに窓がついていて、外の光が中に入ってくるので、ここが暗いということもないですね。カーテンもついております。このようにカーテンを閉めることによって、まあ、こっちからの視界を遮って夜寝ることができるということになっております。この卵みたいなやつはですね、これ電気になってます。この電気つきますね。結構明るいです。2段階真ん中の方見ていきましょう。一番メインのスポットになってまいります。こちらテレビはですね、うちで後でつけたものになっておりますけれども、こちらはですね、ここにテレビアンテナがあるんですね。アンテナが通っております。キャンピングカーに NHK 来たりするのかな。でこちら、電源コードです。電源コードはここと、あとここにもあります。ここです。後ろにはなかったんですよね。後ろには電源コードないです。これを使うときはここのボタンを長押しで起動するとオレンジ色のライトがちょっと遅れてつきます。こうすると家電製品とか使えるようになってまいりますね。コーヒー入れたりとか、あとお湯沸かしたりとかできるようになってますね。食べ物とか入れておきたいなとかあったら、こういったところに棚があります。まあコーヒーとか簡単に飲めるようになりますね。キャンピングカーいいですよね。あと上棚があります。こういう感じで収納スペースたくさんございます。こんな感じです。いっぱいあります。あんまり電力使いすぎるとですね、ブレーカー落ちてしまうので、まあブレーカー落ちた時は付け直せばいいかなというふうに思います。 OK です。電子レンジなんかは消費電力が多いので、これ気をつけなきゃいけないですね。で、あと棚は反対側にもございます。このようにですね、大きいものがございます。飛ばしますけれども、棚はこっち側にもございます。後ろにも棚がある感じですね。歩き回るところの頭上に邪魔にならない位置に置いてありますので、なのでこの収納性はすごく僕好きですね。これがメインの電気です。こちらです。明るいです。まあこういうマシンがあれば、コーヒーもですね、このように簡単に入れることができるようになってます。電気はここにもございます。これはですね、ここの席に座ってる人に向けての、特別な電気です。特別な電気で、ここにこんな感じで座っていたら、この電気で明るく照らしてくれるということになっております。ここに一番大きな窓がついております。反対側にも窓がついております。2番目に大きい窓です。フロントガラスを覗き、なのでこんな感じで海とか眺めながらコーヒーとか飲めたらめっちゃ最高かなと思います。で今度お湯沸かすんだったら、これもまた単独で動かしますという感じです。電力今ちょっと使っただけで、このようにですね、ちょっと減ってまいりました。 98% です。であと窓について、こちらもこちらも全ての窓についてなんですけれども、網戸今これついてます。これですね、ここを操作することによって上に網戸を上げることができます。でさらにこれ下から上に上げるとブラインドにすることができるようになってます。これ隙間じゃなくて、これちょっと留め具がついているので、この留め具を上にクッとロックすると、こういうふうに寝るときはですね、外からの視界も気にならないようにできます。すべての窓にその機能がついております。下から上にブラインド、上から下に網戸ですね。ちなみに窓も開けることができるようになっております。この見慣れないレバー、これではですね、ここのボタンを押してこういう風にするとロックが外れる仕組みになっております。これ4つあるので、これを全部外すことによって窓を開けることができるようになってます。ちなみにここにもたまごっちライトございます。ここの電気つかないなって時は、ここの電源は全ての電源のスイッチがここに集約されております。流しライト、こちらです。これを押すことによって、ここの電気が通電するという仕組みになっております。なので電気についてはですね、通電するためのボタンと、もともと通電しているボタンとありますので、なのでここを見てください。室内灯、流しライト、水道、ルーフベントって書いてあります。室内灯はですね、これ車内のライトです。流しライトはここですね、今つけた通り流しライト。水道はこれポンプです。これここにですね、今冬場なんで水入れてないんですけど、ここに
タンクがですね2つ入ってて、排水タンクと給水タンクがあって、その給水タンクに入っている水をここから出すことができるようになってるんですよ。でそれを使うためにはですね、この水道ポンプちょっと壊れちゃうんで一瞬ですけど、こうやってちょっと動かすことができるんです。水が入ってないのでそれやっちゃうとあんま良くないです。お湯が沸いてまいりました。お湯が沸いてまいりましたので、なのでこの辺でじゃがりこにお湯110入れましょう。普段から料理してるわけじゃないのであんまり得意じゃないですけど、じゃがりこにお湯を入れるとなんかマッシュポテトになるらしいんですよ。だからこれにじゃがりこにお湯入れてみましょう。ちなみに俺やったことないんで本当にどうなるのかは分かんないです。で入れます。本当になんのかな、結構入りましたね。こんな感じで半分ぐらい入れました。まああとは勝手にふやけてくれるのを待ちましょう。はい、ということで、あとここにもですね電源ございます。ここですね、シガーソケット2つとここ USB のソケットになっております。2つあります。 USB もここに棚もありますんで置いておくことできますね。いろんな使い道あります。ここのメインのところは、これ今テーブルになっておりますけれども、これをベッドに変えることができます。ちょっとカットして、ここベッドにしていきたいと思います。まあこうやってテーブルを上げて、これを外せるんですよ。こうやってテーブルが。テーブル外したら、こんな感じで、よいしょ。こんな感じでテーブルを置くことができます。はい、でそんでここのシートなんですけれども、こっちはですねちょっと金具がついてるんで、とりあえず外してセッティングしちゃいます。ここに置いてマジックテープ、これを外す、ここにつける。でここで真ん中をちょっともっこり山にして、で上から押し込んであげると入れやすいです。よいしょよいしょ、こんな感じです。さっきまでテーブルだった場所がベッドになるんですね。こんな感じで、僕身長178センチですけれども、足がっちり伸ばしても頭くの字にならなくてもいいぐらいの長さがあります。これちょっとあれですね、上の部分も沈めておかないと、下と上でなんかめちゃくちゃになりますね。マッシュポテトっぽくなってる。有名なアレンジなんで別にこんなの知ってるよっていう人もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕はこれ初めてやりました。まあキャンプとかでもこういう風にやったら結構いいですよね。皿に入れてみましょう。結構ボリュームありますね。この皿じゃちっちゃかったかな。でこんな感じでやって、であとここにですね S&B のブラックペッパー、おやつですね。あれ使ってないのバレバレ。おい、これ開けてマッシュポテトが出来上がりました。コーヒーも入れてありますので、ご飯が少しずつ出来上がってまいりました。はい、カットして戻していきましょう。このマットの裏、ここ本を置けるようになってます。ここのなんか感じで、まあ本じゃないんですよ、こんな感じですね。あとここにシートベルトついてますけれども、シートベルトついてる席は走行中も乗ることができるようになってます。なのでこことここと、こことここ4人座って車走らせても、ここは捕まらないのでこれ大丈夫です。おい、ということでテーブルに戻りました。セブンイレブンで買ったチキンビスク、あったかく食べたいという時に電子レンジがございます。これ電子レンジ使う時はですね、電子レンジ使う時はまあエンジンを回して使うのもバッテリーを落とす対策にもなります。電子レンジもこのように使うことができるようになっております。であとこちら万難ご飯もやっていけば、まあ立派な食事が出来上がるということでですね、キャンピングカーの中にいればもう何でもかんでもあったかいもの食べたりとか調理もできたりとか、いろんなことができるようになってます。マシンがあればコーヒーを飲むこともできますし、簡単にお湯を沸かすこともできますよということになっております。まあこれ本当に冬凍結してしまうので、その水道はですね使えないにしても、コンビニでペットボトルの飲み物を買ったら水の調達はまあ難なくいけるかなと思います。カセットコンロとかもこれレンタカーで置きっぱなしにしておきますので、使いたい方使っていただいて大丈夫です。ただ換気扇は必要になりますっていう時に、なんとちゃんと換気扇ついてます。まあこれに頼り切るのはちょっと良くないので、窓も開けて使用してください。一酸化炭素中毒なることもありえますので、上のここのつまみを回すと上が開きます。これルーフベントです。換気扇と言いましたけれども、ルーフベント、これこのスイッチで
スープ出来上がりで、このルーフベントのスイッチ、ここがございます。このルーフベントのスイッチを押して、でここにボタンがあるので、これを押すことによって換気扇が回り始めます。外気を取り込む動きと中の空気を外に出すあの動きがありますので、これボタンでですね、インとアウトを切り替えながら逆に設定しないようにしましょうね。これで上開けないと外の空気入ってこないので、これ使い方注意です。ここ冷蔵庫ございます。これ冷蔵庫なんです。こんな感じで冷蔵庫はですね、ちょっと冷えるのにすごく時間がかかります。なので、まあ、ちょっと早めに電源をつけておかないと、まあ、すぐ使いたい時に使えないっていうことになってしまいますので、ここですね、収納、この下にございます。ちょっと暗いんですけど、こんな感じになっております。でこれですね、こことこことここ、これ外からですね、中にアクセスできるようになっております。ここのスペースは外からアクセスすることができるようになっておりますので、テントとか外にこうセッティングしたいものとか、椅子とかあとテーブルとか、そういったものをこの中に入れておけば、まあ、中からわざわざこの狭いところから出したりとか、煩わしい思いをしなくてもできる、使えるので、そういう風な作りになっております。さあ後ろ紹介してまいりますね。これはですね、行き場を失ったシートではなく、ここにですね、こういう風にセッティングすることができるようになっております。こうすることでですね、ここに座ることができるようになりますので、なのでここで酒飲みながらなんか語り合うのも楽しいかなと思います。でここ座るときに気をつけてほしいのが、ここエントランスのドアですね、これ開けっぱなしにしてると後ろにあの落っこちていってしまいますので、これはですね、あの本当に後頭部から落っこちてしまいかねない、事故につながりかねないです。ここ閉めてこれ座るようにしてくださいね。うん、ここは気をつけてほしいです。まあ、あとここ、これもブラインドになってました。こちら後ろのスペースはこのような感じになっております。ふかふかのベッドがついております。でこのようにですね、はしごがついております。これここにこういう風にセッティングすれば、こうやって足元こういう風になります。ワンポイントです。ここなんですけれども、このシートの下、この下の木のところがこういう感じで、ちょっとバネのような作りになっております。これがですね、またここに乗った時の寝心地に影響が出るような作りになっておりますので、快適性アップということになっております。でこのベッドスペースについて、また先ほどの前半のグレードの話になってまいりますけれども、グレードがここが2段ベッドになっているタイプのものと、ここに多目的広場があってベッドがセミダブルになっているグレードのものもございます。でこちらはですね、ダブルベッドになっているあのタイプのものになっております。なのでここにですね、あのマルチルームですね、シャワー浴びたりとかできるスペースがあるクレソンジャーニーもあるんですけれども、まあ実際問題、ここでシャワーを浴びるかっていうと、そんなに車の中で浴びたくないかなって思う人もいらっしゃるかと思います。サーフィンとか行く方はですね、多目的ルームからシャワーをこう外に伸ばして、外でシャワー浴びるっていう使い方もできるようになっております。それがですね、多目的ルームないとですね、こんな感じで広いスペースになりますので、なので僕はこっちの方がタイプです。棚ございまして、大きめの棚、あとここに服かけられるようにハンガーの棒がついてます。ここ少し収納スペースになっていて、ここに大きめの窓がついております。でこちらがエアコンがついてますね。エアコンと電気2つ、このようになってます。で寝た時の広さはですね、まあ、身長180センチぐらいの方までは、まあ足元狭くなく、ゆったりと使うことができる広さになっております。横幅はですね、まあこんな感じで使ったりもできますし、なんかプラーっと休む時間にするのもいいのかなというふうに思います。前の方と真ん中の方と、さあ後ろの方と、こちら3つのスペースに分けて、キャンピングカーの内装を紹介してまいりましたけれども、もうロングランで遠くに行って楽しんでもらいたい車ということになっております。こういうちょっとしたものも楽しくなってきますよね。このご飯をちょっと作るとか、こいつは1分40秒、まあこんな感じでですね、まあ車内でできることがいろいろたくさんあります。この車内での楽しみ方は人それぞれです。カップルで出かけていただいても大丈夫ですし、家族で出かけていただいても大丈夫です。乗車定員6人となっておりますけれども、こちらはですね、大人で6人ということで、まあ日本の法律に合わせたら12歳だったかな、以下の子供であればもう少し乗ることができるようになりますので、そういったあの家族で出かけていただいたりとか、そういうみんなで楽しい思いをしてもらえる
らいたいという思いでこちらの車両をレンタカーとして出しておりますので、なのでもうすぐ冬終わります。今もう3月になりましたけれども、山形県で行ったらですね、遊佐町っていうところがすごい大好きなんですよ。鳥海山が眺めることができるところに、あの海の前にキャンプ場があるんですよね。そこにぜひ行ってもらいたいなって思ってます。あの夕日がすごく綺麗なんですよ。日本海側の夕日はすごく綺麗で、山形だけではなく岩手の方にわんこそば食べに行ったりとか、まあ、宮城でも気仙沼とかすごく遠いところはありますよね。まあ最近では高速道路がオープンして橋ですね、気仙沼大島っていう気仙沼の方にある島があるんですけども、まあそこに橋で渡れるようになったのがつい最近のことです。でキャンピングカーのすごくいいところなんですけれども、こちらレンタカーなので何人増えようが金額は一緒なんですね。むしろ人が増えれば増えるだけあのみんなで割り勘することができるので安く抑えられるんです。ガソリン代も多少の燃費の違いはあるかもしれません。例えばこっちの方が燃費が悪かったとします。だとしてもこちらの車はディーゼル車両になっております。燃料単価が圧倒的に安いです。ディーゼルの方が安いんです。でそれでみんなで割り勘していけるってなったら、あの一人の負担はすごく小さくなってまいりますよね。これはすごいプラスポイントだと思います。あのホテルはホテルでめちゃくちゃいいんですよ。美味しい料理も出てくるし、プロが作った料理も出てくるし、あのちょっとやっぱ違う世界観で寝ることもできるし、そういう楽しみもありますので、ただ一人増えれば増えた分だけちょっと高くなっていってしまいます。ちなみにこちらの車両はですね、ちょっと普通の車と違うタイプの車両になっておりますので、なのでこちらの車を運転するときはですね、ちょっと注意してもらいたいポイントがございますので、なので動画の概要欄に載せておきますので、こちらの動画も確認していただければというふうに思いますので、安全運転で事故のないように皆さんで旅行に楽しんで行ってもらえたらなというふうに考えております。はい、ということでですね、今回はですねこちらのキャンピングカーについて内装を徹底的にお伝えしていく内容の動画でございました。まあ、これからレンタルしていただく方はですね、事故に気をつけてあんまりスピード出しすぎないで運転していくのが一番の安全なポイントになってまいりますので、なので楽しんで行って帰ってきてもらえたらというふうに思いますので、ということでですね、今回はですねこちらで動画以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。